1560年当時のベネツヤ共和国。ピンク色部分がアルバニアベネタ。カッターロ周囲のラグーサ共和国の南にあたるアルバニアベネタは1420年から1797年まで存在した南ダルマチアのベネツヤ共和国領。最初は現在の北アルバニアとモンテネグロのアドリア海沿岸のことを指した。しかしアルバニアと 南モンテネグロは1571年にオスマン帝国に奪われた。アルバニアベネタのベネタとは、コソボから南アルバニアまで広がるオスマン帝国領アルバニアと区別するためにベネツィア領であることを示すため用いられた。これらのベネツィア領は、ラグーサ共和国の南部国境からアルバニア沿岸のチドゥラッツオまで伸びていた。ベネツィア領は、 アドリア海から 20km 以上内陸へ到達することはなかった。1573年以後、アルバニア・ベネタの南限は、ブドア近郊の村コンフィンへ移った。オスマン帝国がアンティバーリ、ドゥルチーニを征服したためだった。ベネツィアの領土は、カッターロ、リサーノ、ペラスト、ティバト、ヘルツェグ、ノビ、ブドバ、ストモーレを含む、コトル湾周辺に集中していた。 10世紀頃、ベネツヤは定期的にダルマチア南部沿岸の小村を保護していた。しかし1420年まで支配は固定されなかった。ベネツヤ人はダルマチア語を素早くベネツヤ語へ取り込んだ。コトル周辺のベネツヤ領はベネツヤ共和国の県であるアルバニアベネタとして1420年から1797年まで続いた。15世紀に オスマン帝国がバルカン半島征服を開始すると、ベネツィア領、ダルマチアにおけるキリスト教徒のスラブ人人口が膨大に膨れ上がった。侵略を恐れて、正教会シントラが同じキリスト教徒の治めるアルバニアベネタへ逃げて来たのである。オスカル・ランディの著作によると、17世紀終盤、歴史的なアルバニアベネタのロマンス語人口は少数派となっていた。 フランス帝国が1797年にベネツィア共和国を消滅に追いやるとアルバニアベネタ地域は幾度もその創始国が変わることになった。1805年ナポレオン・ボナパルトの傀儡国家イタリア王国へ併合されたのである。1809年フランスのイリュリア州の一部となり1815年にはとうとうオーストリア帝国領ダルマチアとして ハプスブルク家支配下に入った。オーストリア帝国では、1878年のベルリン会議で、ストモーレ周辺のその他の40平方キロメートルの領土が帝国領、ダルマチアへ加えられた。ダルマチア出身の歴史家、ルイージ・パウルッチによると、ベネツィア共和国時代の数世紀で、アルバニア・ベネタ住民は、コトル湾内のカッターロなど都市部で主として、 ベネツヤ語を話していた。ブドバにある、ベネツヤが築いた城壁。1900年の絵はがきしかし18世紀前半では、内陸へ行くと人口の半分以上が、セルビア・クロアチア語を話していた。パウルッチは、アルバニアとの国境地帯にすらアルバニア語話者の大きな共同体があったと書いている。ドゥルチーニョは人口の半分が、 アルバニア人で、1、4が、ダルマチアイタリア人、1、4が、スラブ語を話していた。カッターロー一帯が、フランス支配下にあった頃、学校はイタリア語が使われていた。アルバニアベネタは、ナポレオンのイタリア王国領だったからである。スロベニア人のマルコ・トログルリは、自身の随筆で、フランスの学校制度が、フランス領、ダルマチアで採用されたと記した。 フランスが任命したダルマチア知事、ヴィンチェンツ・オ・ダンドロは、地元ダルマチアの教育長出身の士官、バルトロメオ・ベニンカーサ同様1807年5月に、県の公教育の計画を発表した。そこでは、ナポレオンのイタリア王国中に教育制度を一致させなければならない。教育者は、イタリア人であるべきだ、としていた。19世紀。 歴史家、スカリオーニー・マルツィオによると、イタリアのオーストリア帝国からの独立戦争が、オーストリア領南ダルマチアでのイタリア語話者社会に対する悩みの種を生み出してしまった。アルバニア人は、ウルチニとドゥラス周辺のアルバニアベネタ南部に住んでいた。コトルワン周辺は、スラブ人とラテン系住民が占め、彼らは、ほとんどがカトリック教徒であった。 1880年にカッターロで行われたオーストリアの調査の結果、民族的にイタリア人だと自称するものはたった930人だった。1860年のベネツィアの地図。コトルアンが見えるさらに、1910年のオーストリア帝国の調査では、カッターロのイタリア人人口はわずか13.6%に減少していた。現在、 モンテネグロには500人のダルマチアイタリア人がおり、主としてコトルとペラスト地域にいる。ダルマチアでのイタリア語話者の消滅は第二次世界大戦後に決定的なものとなった。言語学者マッテオ・バルトーリはナポレオン戦争中のダルマチア人口の33%はダルマチアイタリア人であった。一方で現在はクロアチア領、ダルマチアにわずか300人。 モンテネグロ沿岸に500人のダルマチアイタリア人がいるだけであると著書に記している。モンテネグロ沿岸でのイタリアの存在の持続した例は、コトル湾に面した小さな町ペラストである。1900年の絵はがき。ペラストにあるベネツィア建築を描いている、ベネツィア共和国支配下の18世紀、ペラストは最盛期を迎えていた。4箇所の活気ある造船所。 100席前後の船舶1643人の住民を抱えていた。当時、建築様式の目を引く建物のいくつかがこの城壁で囲まれた町で建設された。多くの装飾を凝らしたバロック建築の邸宅、典型的なベネツィア建築が多い壮麗な住居がペラストの町を彩っていた。ペラスト市民は戦争でない時に ベネツィア海軍の戦記を掲げられる権利を授かっていた。ペラスト出身の船乗りたちは、1797年に、ベネツィアが戦った最後のベネツィア海軍の戦闘に参加していた。1797年5月12日に、ベネツィア共和国は消滅したが、アルバニア・ベネタにある数カ所の町は、その後数ヶ月間ベネツィア共和国領のままであった。 ペラストは最後に降伏した、共和国領であった。1797年8月22日、ペラストの隊長であるジュゼッペ・ビスコビッチ博は、涙にくれる市民の前で赤別の言葉を述べ、聖マルコのライオンが描かれたベネツィア海軍の選旗を、下ろした。そして、ペラスト第一の教会の祭壇の下に、ベネツィアの旗を埋めた。その後、ペラスト人口は、 現象に転じ、1910年に430人、2001年には360人、ほどとなった。在モンテネグロのイタリア人共同体によれば、ペラストには、現在家庭で、ベネツヤ語、ペラスト方言を話す人が140人おり、彼らは調査上では、モンテネグロ人と自称している。ありがとうございます。